はい、どうも実行の研ぎしょん亮太です。今日は押して研ぐだけの方が切れ、味が良くなるのかっていうのを検証していきます。今回は研ぎ方の違いでまあ、切れ味が変わるのかっていう検証になってくるんですけど、まあ、押すだけっていうのがどういう感じかっていうと、まあ、こう砥石があった時に包丁研ぐ時っていうのはこう前後に動かすと思います。で、前後に動かしてずっと砥石に当てたまま研ぐのがまあ一般的かなって思うんですけど、今回は押す時だけ。 砥石に当てて研ぐ方法と前後に動かしている時もずっと砥石に当てながら研ぐ方法の2種類の研ぎで切れ味が変わるのかっていうのを検証していきますそれで今回はこちらの包丁で検証していくんですけどこちらの包丁はクレーターシリーズの青紙スーパーの三徳包丁になりますでこちらの包丁は両刃の包丁になってまして表裏研ぐタイプの包丁ですで今回はこの包丁を使って小刃付けの容量で検証していきたいと思いますで使う砥石は こちらの砥石ですねこちらは実行のセラミック砥石の1 3,000番になりますなので、まあ実行のセラミック砥石の中では一番細かい砥石になりますでこの砥石を使って押して研ぐだけの研ぎ方と押して引いてどっちも砥石に当てながら研ぐ研ぎ方の2パターンでどっちが切れ味が良くなるのかっていうのを検証していきますそれでは早速検証していきたいと思いますはいそれでは今から研いでいきたいと思います で今回の検証は押すだけの研ぎと、まあ、前後に動かしながら研ぐ研ぎで、まあ、ちょっと研ぐ回数を揃えることが難しいので僕の判断でまあ切れ味がいい感じについたなってとこで止めたいと思います。それでははままずは押すすだけのからいきますでちなみに研ぎ方の説明をもう一度すると押すだけの研ぎの時はこの動作の時に砥石に当てて引く時は砥石から離します。でこれを繰り返すすいう感じですね それで前後に動かしながら研ぐときは、包丁を前後に動かすときはずっと砥石に当てている状態で研ぎます。はい、それでは実際にやっていきたいと思います。 はい、それではこれで押すだけの研ぎが終わりましたじゃあ次は試し切りに行きたいと思いますはいそれでは次は試し切り行くんですけど試し切り行く前に研ぎ終わった後は毎回こちらの新聞紙でバリ取りをします、はい、それではまずはこちらのコピー用紙の筒を切っていきたいと思います はい、それではコピー用紙の筒はこんな感じで切ることができてまあ上の方と真ん中の方と下の方で分けて切ってみましたでどこの位置も係か,かりがよく切ることができたんじゃないかなと思いますはいそれでは次はコピー用紙をそのまま切っていきたいと思いますはいこんな感じですね かなり滑らかな切れ味なんじゃないかなと思いますで切っててもめっちゃ切れ味が鋭い感じがしますねはいそれでは続いてはこちらのティッシュを切っていきたいと思いますはいそれでティッシュは折りたたんでくるくるっと丸めて切りたいと思いますはいこんな感じですこちらを切っていきたいと思いますはい こんな感じでめちゃくちゃサクッと切ることができましたはいそれでは続いてはですねこちらのキッチンペーパーを1枚切り取りましてこの大きさまでした後に水で濡らして切ってみたいと思いますそれでは濡らして軽く絞ってきましたこの状態のキッチンペーパーを切ってみたいと思いますこんな感じですまあ全然余裕で切れましたね さっきのティッシュペーパーよりもまあかなり切りやすかったかなと思いますでまあここら辺がどんな感じで変わってくるかを見ていきたいと思います、はい、では以上で試し切りが終わりになります続いては2パターン目の研ぎ方でやっていきたいと思いますはいそれでは続いては2パターン目の、まあ、前後でずっと砥石に当てながら研ぐ研ぎ方をやっていきたいと思います はい、それではこれで2パターン目の研ぎも終わりましたそれではまた新聞でバリ取りだけして試し切りに行きたいと思います、はい、それではまたコピー用紙の筒から切っていきたいと思います はいといとととうことでここでででんな感じで切ることができましたコピー用紙の筒を切った感想としては押す時だけの時の方が切れ味がやや良かったんじゃないかなと思います。というのも、まあ、この今見てもらってて分かったかなと思うんですけど筒を切ってる時の刃のかかり具合っていうのが、まあ、押す時だけの時の方が掛、まあ、か,かりがよく一発でスッと入ったような感じがあったかなと思います。 でそれに対して前後で動かしながら研ぐ研ぎの時の方は、まあ、筒に当てた時に少し滑るような感じがありましたねなので包丁の刃のかかり具合でいうと押す研ぎだけの方が切れ味が良かったんじゃないかなと思います、はい、それでは続いてはこちらのコピー用紙をそのまま切っていきたいと思いますということでコピー用紙をそのまま切ってみたんですけど 切った感じとしてはやっぱり押して研ぐ時だけの方が切れ味良かったんじゃないかなと思います。というのも今回のパターンの前後に動かしながら研ぐ研ぎの時はちょっと切ってる時に少し重みを感じたのとこの刃先が少しざらつきがあるような感じがしました。でそれに対して押して研ぐだけの時は切った時もスッと切れましたしかなり滑らかな感じがありました。 はいそれでは続いてはこちらのティッシュを切っていきたいと思いますはいということで切ることができましたこれを切った感想としては、まあ、そんなに大きくは変わらないかなって思うんですけど今回のパターンの方がさっくり切れたような感じがします 1>, 1パターン目の時と2パターン目の時を比較すると2パターン目の時の方がちょっとさっくり切れる感じで1パターン目の方はより滑らかに切れる感じがしましたねはいそれでは続いてはこちらのキッチンペーパー切っていきたいと思いますそれでは濡らして軽く絞ってきたのでこちらを切っていきたいと思いますはいということで切ることができました でこのキッチンペーパー濡らしたやつを切った感想としてはなんかこっちの方が少し重く感じましたね。で1パターン目の押して研ぐだけの時は結構スッと切れたんですけど2パターン目の時は1パターン目の時と比較すると切ってる時に少し重みがあったかなと思います。はいということでこれで検証が終わりになります。 それでは検証が終わったんですけどいかがだったでしょうかまあ、僕の感想としては押す研ぎだけの時の方がまあ、より切れ味が鋭く滑らかだったんじゃないかなと思いますそれに対して前後に動かしながら研ぐ研ぎの方は押す研ぎだけの時よりもまあ、少し荒くて切れ味も鈍くなってたのかなと思います それでこんな感じで同じ1 3000番の砥石を使ったんですけどま研ぎ方でま切れ味っていうのが変わってくるのでお仕事で包丁を使われる方や普段から研ぎをしている方はまここら辺の研ぎ方をしていただくとまより切れ味のいい包丁を使うことができるので是非試していただきたいですそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。